難易度を選び出撃します。情報が入りました。
どうやら防御スクリーンを展開できるようです。武装は確認できません。防御スクリーンを運搬する輸送用マシンと思われます。輸送マシンにこれだけの被害を受けたのか。ベガルタ M2 の攻撃、そして空爆すらも防がれました。ヘクトルは防御スクリーンで守られ、戦いは一方的なものとなりました。我が分隊は他の兵器を守るために運用されるマシンか。厄介な相手だ。走るぞ。以後この敵をシールドベアラーと呼称する。